できましたね。磯ちゃん来たね。暑い夏が来たね。暑い夏が来ましたよ。はいよはいよ。たくさんのお客さんだね。磯ちゃん、はい、トラックといえば、トラックと言うたらカメちゃん、やっぱりお客さんとの一体感やろ。これ一体感という感って何だよね。感、うん、やっぱり一体になりたいと思うね、俺は。本当の一体にね。なるほど、そうね、うん。皆さんご承知の通り、今年のよさこいの前夜祭ブレイクオーでございます。前からやってみたいことがございまして、ぜひともご観客の皆さんの中からお一人、ここで私たちと一緒に煽りませんか。ただいまからちょっとしたゲームを行います。前にスタッフが3人陣取りまして、ボールを3個放ります。はい、もうね、指摘感情が入ってね、綺麗なお姉さんや男前のお兄さんにね、投げたりする気ね、ちょっと後ろ向きに投げてもらおうかと思い、受け取りみたいにして、はい、剣道ね、その3人を受け取った方が全部上がれるんじゃなくって、もうスペースがありません。1人しかないので、最後にはその3人にじゃんけん大会をやってもらいたいと思います。なんと1人しか、はい、1人しか上がれない。この中で1人しかここに上がれない、はい、やりたい人、よかった、おっておらだったらどうしようかと思ったけど、ほんだら行ってくる気ね。ボール取ってよ、ボール取ってよ。さあ、それではこの観衆の中から1人ということでね、その1人を決めてる間にね、トラック代表の南翔介さんに今年のテーマを、ね、お伺いしてみたいというふうに思います。トラックもですね、お気楽シリーズ第11弾ということで同じものになってまいりましたが、今年はズバリお気楽熱烈でよろしいですね、南代表。さすがにですね、全く注目をされていないですね。そうですね、私もこれこれないですね、これね、まさかのですね、今年の衣装ですね、トラックといえばもう衣装はね、一昨年はガハハの衣装ですね、そして去年はグルグルの衣装ということで、今年の衣装はですね、どんな衣装になったかと言いますと、前はね、炎の烈蔵くんがあしらわれた燃える炎の衣装、そして後ろは万華鏡、千差万別よそこい祭りのですね、同じ景色が二度とないという万華鏡をあしらった衣装になっておるということで、よろしいですね、南代表、ね、そうですはい、そうですね、そうですね、そういうことですね、そういうことですね、はい、どうも。まあ、いろいろね、去年、一昨年とね、大賞もいただきまして、3連覇なんて言われてるところなんですが、やっぱりトラック、賞を、そういう大賞っていうのを意識しながらも、やっぱりお客さんとの一体感、ね、こういうものを本当にね、意識したいななんて思ってるんですよね、南さんね。そうです、そういうことです、はい、そうです、はい、ありがとうございます。はい、いいですか、皆さん、全く踊り子も聞かなくなりましたね。じゃんけんが始まりましたね。じゃんけん、最初はグーでいきましょう。皆さんいいですか、いきますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。おいしょ、はい、もう一回、皆さん最初はグーはこれやってくださいね。最初はグー、皆さん盛り上げてください、いきますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょ、決戦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 、いいですね、はい、行きましょう。あ、なんか女の子がいいな、女の子がいいな、頑張れ女の子。いけ、最初はグー、じゃんけんぽい。読めないくん、おめでとう。ようこ
ったで、上がったで、上がったで。いいね、なかなかイケメンの彼ですね。イケメン、イケメン。さあ、あの煽り衣装はね、やっぱり衣装もハッピーも着ていただいて。おっと、その前ハッピーはプレゼントします。プレゼントします。センスは返してね。じゃあ、こっちこっちこっちもうセンターで、センター、そんな隅っこじゃない。センター、トラックせこくない、もうセンターで。俺の、さあちょっとインタビューしようかな。どちらからお出になりました？東京から来ました。あお。いや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 。よさこい大好き？もうずっと大好きでファンです。やったー。これベタなんですが、好きなチームは？一番好きなのはトラックさんかなと思いきや、僕は早稲田大学踊り侍が大好き。一瞬もう一回ジャンケンしようかと思って。あのこっちでじゃあ思いっきり今日は、はい、誰かビデオ撮ってくれてます？撮ってない。わーお。さあ一生の思い出になりますよ。YouTube 見てください。YouTube、はいはい、そんなことでもうほんなら行こうか。いよいよぼちぼち行こうか。明日からね60回の本祭始まる日、ぼち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 、ね、行こうか行こうか。やるぜよやるぜよ。よいさほいさ一回ダメじゃん。レクちゃんやっちゃった方がいいだろうね。ちょっとあの一緒によいさほいさの練習みんなさんやってみましょう。お手持ちの選手とうちわを出してみんなといっぱいにならないかんけね、ちょっとだけね、はい、よいさほいさは16回やりますよ。16回、はい、今からよいさのおんちゃんがよいさ言うたらみんながほいさ言うて返してください。よいさのおんちゃんがよいさの時は戦争したした。よいさほいさ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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ、そろばしに行きましょう。さあさあさあ盛り上がってまいりましょうか。さあみんな一体になるぜよ。さあ行くぜ行くぜよ。それでは参ります。もうちょっと前行こうか。オッケーオッケー。さあさあトラック踊り越し行くぜよ。千差万別百の色遊びほうけて芝天飛脚お気楽烈烈いよーいよっちょれ。さあさあ烈な烈上揃い組よらずお荷物受け止まります。メガネ
い踊り子さんそのままでそのままでということで、はい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 、前夜祭のトラック大トリということで、いよいよ第60回のよさこい祭り記念大会が